入内島道高は、日本の政治家。群馬県議会議員。群馬県安土郡中野城町の元町長。中野城町内の国民保養温泉地である4万、温泉の温泉旅館、湯本4万館の経営者。NPO 法人群馬 CSO 理事長。1963年中野城町生まれ。群馬県立渋川高等学校を経て、東北大学経済学部卒業。 1999年4月、中野城町議会議員選挙に立候補し、初当選する。2003年4月、道庁の町長選挙への立候補準備のため、町議会議員選挙に出馬せず、議員職を一期で終えた。2004年1月18日に行われた中野城、町長選において、参戦を目指した、小渕公平を激戦の末破り、40歳にして、町長となる。 当時、群馬県内最年少市長であった。2008年1月、無投票再選。2012年1月、任期満了。困難な調整当選直後、助役と収入役が辞任する。議会も、小渕派が大半で、オール野党状態であった。2007年の長議会議員選挙では、樹大島を支持する長議も、新たに当選し、長長派と反長長派が形成された。 現代アートの祭典、中野城ビエナーレ、NHK 連続テレビ小説、ファイトなどをテコに観光面を強化し、役場の応対の向上などに取り組んだ。町村合併をめぐって、東郡東部四町村で合併に向けた協議が行われていた。この合併は当初東市の誕生が念頭に置かれていたが、入り内島は相手村になることで、日本一大きい村として売り出そうと提案。 結局、この合併話は流れ、あず町と東村のみが2006年から東屋が妻町となることになった。引退2011年、直町挑戦に出馬せず、町長退任後は充電期間に入り、しばらく政治活動から離れると表明した。後継町長には、入内島町長派と、反町長派の双方の町議らからの要請を受けて、折田健一郎が出馬し当選した。 降田は、小渕恵三とその娘の衆議院議員、小渕優子の施設秘書を務めた人物で、入内島町長派、半町長派とも再び小渕派に回帰することになった。2018年11月に行われた、中野城町長選挙において、現職の井上正雄への対抗とし出馬した、とまる刺激の参謀を務める。早くから地域での草の根活動などを行ったが、共産党員と、 旧民主党支持者との内部分裂もあり、トマルは赤敗した。2019年4月7日、群馬県議会議員選挙で初当選。ありがとうございます。